皆さんこんにちは。コツコツ日本語のみずきです。皆さんお元気ですか？今日のテーマに入る前にちょっとお知らせです。最近は YouTube の登録者とか Instagram のフォロワーが増えて、そのおかげで生徒さんも増えて、レッスンの予約がいっぱいになってきています。特に午前中はほとんど埋まっています。でも午後は割と空きがあります。そこで新しい生徒さんを2人募集しようと思います。午後は夕方の5時までレッスンをしています。私の専門はビジネス日本語ですが、ビジネス日本語以外に興味がある方も受け付けています。もし興味がある方は私のウェブサイトの問い合わせページからメールをください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは怖い話。昔から日本では夏になるとよく怖い話をします。理由は2つあります。まず1つ目、怖い話をすると背中がゾクッとして震えて寒い感じがしますね。暑い夏に怖い話はぴったりです。2つ目、日本では夏のお盆の時期、8月の中旬ですね。その時期に亡くなった人の魂が帰ってくると言われています。だからみんな先祖のお墓参りに行きます。そういう理由でお化けの存在がいつもより近くなるんですね。ところで皆さんはお化けを見たことがありますか？お化けの存在を信じますか？私は、どうだろう。難しいですね。いる気もするし、いない気もするし、どちらの可能性もあるんじゃないかなと思います。だって世の中にはまだまだわからないことがたくさんありますよね。お化けがいるということも科学的に証明されていないし、お化けがいないということも証明されていないわけです。だから何とも言えません。何とも言えないけど、私は一度だけお化けを見たことがあります。あれはきっとお化けに違いないです。今日はその話をしようと思います。あれは10年以上前のことです。私が大学生の頃でした。その頃、私はよく友達のグループで夜にドライブをしていました。みんなで夜景を見に行ったり、ただただおしゃべりしながら楽しく過ごす。そう、楽しい時間でした。でも、ある時からそのドライブは心霊スポット巡りに変わっていきました。心霊スポットというのは、お化けが出るとよく言われている場所のことです。お化けがよく出ることで有名な場所です。京都には心霊スポットがたくさんあります。私たちは夜中に集合し、いろんな心霊スポットへ行きました。でも、一度もお化けを見ることはありませんでした。私たちはその場所に行く時の緊張感を楽しんで、
でも結局何も見えず、何も起こらず、なんだやっぱり心霊スポットなんて嘘じゃんと安心した気持ちで家に帰る、その繰り返しでした。あの夜もそうでした。私たちは、今日はどこの心霊スポットに行く？軽い気持ちで集合し、ある場所へ行くことにしました。夜中の2時頃でした。ドキドキしながらその場所へ行って、でもやっぱり何も起こりませんでした。それで車に乗って帰り始めたその時、不思議なものを見ました。不思議というより不気味でした。女の人と小さい女の子が歩道に立っていたのです。お母さんと娘のようでした。二人は白い服を着ていました。お母さんの髪は黒くてとても長い。そして二人は横に並んで深くうつむいて、ただ静かにこちらを向いて立っていました。私はその光景を見たとき、本当にびっくりして、え、何今の？と言いました。私の隣に座っていた友達も同じものを見て気味悪がっていました。真夜中です。夜中の2時を過ぎています。とても不気味でした。運転していた友達は、何？何見たの？すぐ戻るわ。と言ってハンドルを切ってすぐ U ターンしました。でももうそこには何もいませんでした。あれが何だったのか分かりません。とてもはっきり見えたので人だったのかもしれない。ただすごく不気味でした。普通ではない雰囲気を感じました。私たちはそれ以降、心霊スポットへ行くのはやめました。興味本位で面白がっていくところではないと思ったからです。私がお化けを見たのはこの1回きりです。はい、今日はここまでです。どう思いましたか？感想や皆さんの怖い経験もぜひ聞かせてください。このポッドキャストのスクリプトはホームページをご覧ください。そしてインスタグラム、YouTube、Twitter、Facebook、こちらもどうぞよろしくお願いします。では今日もコツコツ頑張りましょう。バイバーイ。